さて今日はまたまたスモダバムが増えてる。今日はですね、今流れてるゲーミーズオーバー、山口さんのやりこにさせていただきました。これはね、山口百恵さんの代表作のコースカストーリーっていうレコードの B 面に入った曲なんですけれども、はい、この曲を作った宇崎竜斗さんと荒木陽子さんっていうソングライターのコンビが一番なんだろうかな、油の手っていうかすごい勢いがあった頃の曲で、両方とも名曲だったんですけども、横須賀ストーリーあまりにもその山口百恵さんの、実践がというかプライベートとぴったり重なって代表作になってしまったので、ゲームズオーバー意外と出たかった、いい曲だなとずっと思ったんです。はい、なのでここいつかどなたかに関わってほしいなと、やはり三十数年間ぐらい持ってた。これね、一番僕アレンジしてて楽しかったかもしれない。なんか、本当にこういう曲はかなり原曲と印象が変わったと思うんですけど、リズムの感じもかなりロックですね。ドラムスとか激しいんですよね。激しくしてて分かる。激しく分かる。分かる。分かる。おじさんだよ。いや、何もしようか。私を目の前にして。何もしようか。J-ROCK。 最近流行ってる感じのバンドは自分バンド、もうとにかくアゲアゲでっていうことだけですか。僕は違う、これね、レコーディングをした時に3回ぐらいレコーディングしたのかな、分かんない、もう俺無理だって言い出したの。もうできない、指が言うことできたの。サビですごい早いの聞いてて、すごい、でもその日すごい上手く撮れる結局。いや、素晴らしい。そう、ゲームズオーバーは私ボーカルとしては言葉の数が多い。私はすごく言葉を大事にしたりとか、すごくそれを示してくるのが、まあ、はっきり見えるんですけど、リズムの速さと示してるものがちょっと7月3日なんですけれども、またこのメンバーでライブをやります。マルシェのニューアルバムを始めます。7月3日表参の会で佐藤剛さんのトーク、私もトークします。そしてその名前もみんなでトークしながらアルバムのトークを聴きながら歌いながら